天城は日本海軍の航空母艦、運流型の二番艦。軍艦天城は運流型航空母艦の二番艦。天城の艦名は静岡県伊豆半島の中央にある天城山にちなんで名付けられた。その名を持つ艦としては明治時代の天城、未完成の天城型巡洋戦艦一番艦天城に続き本艦は三隻目。他の候補艦名としてナスがあった。本艦の機関は 改め、鈴屋型重巡洋艦の流用品だった。搭載航空機や燃料がなく、出撃機会のないまま、クレ軍港で待機し、輸送任務、福井に輸送任務ともに一度も投入されなかった。1945年3月19日のクレ軍港、空襲で損傷。7月24日と7月28日の空襲では、爆弾複数発と資金弾複数発を受けて、大破。 浸水を止められず三津五島海岸で転覆している。終戦後、不要されて解体処分。太平洋戦争開戦直前の1941年、開戦決定により実行を発動した通称丸ル計画により、早急な完成が望まれたために、飛流型空母の図面を流用し、部分的な改正を加えられた過小艦名第302号艦が計画され、 ミッドウェイ海戦後に決定した改めご計画により、さらにその同計艦15隻が計画。天際は第5 0 0 1号艦として1942年10月1日、三菱重工業長崎造船所に適行。完成予定は1944年12月の予定で、他艦も含め1943年中期頃までは、工事は比較的順調に進行したが、以後は、 損傷艦の修理や材料の逼迫、労働者の不足などの困難があった。九百四十三年九月二十五日に甘木と命名される。同年十月十五日、昭和天皇の名城として国のみや浅葵大林石のも浸水。翌九百四十四年八月十日に浸航した。浸航と同日に横須賀鎮守府跡、同警官の雲流の所属する。 第3艦隊、第1航空戦隊に編入され、同部隊の機関となった。第1航空戦隊は、搭載部隊である、第601海軍航空隊の再建を待つこととなったが、第601航空隊は、台湾沖航空船と、都市合作戦のために順次抽出されて、搭載部隊としては運用されなかった。またすでに、 日本海軍は深刻な燃料や航空機不足となっていたために補充の航空部隊は用意されず、従って、雲竜、天木、葛城野には出撃の機会がなかった。同年11月15日、第1航空戦隊は連合艦隊付属となった。当時の雲竜航海士によれば、天木に特攻兵器用化を搭載して、フィリピンへ輸送する予定だったが、天木艦長、 宮崎都市大佐の意見具臣により、急遽運竜が大火を輸送することになったと回想している。12月19日、運竜は東、シナ海で、米潜水艦、レッドフィッシュに撃沈された。1945年1月1日、第一航空船隊は、第二艦隊に編入。同年2月には、第一航空船隊司令部が廃止され、天際、は、第二艦隊司令長官。 伊藤聖一中条直卒となった。同年3月19日のアメリカ第58任務部隊によるクレ軍港空襲では爆弾一発が命中し傷派。4月20日、クレ鎮守府部隊に編入。横須賀鎮守府予備艦だった甘木は第4予備艦に指定され、以後はクレ郊外の三つご島沿岸にいて停泊係留され、飛行甲板上に樹木を並べて島に偽装し、 対空浮き放題として使用された。同年7月24日、天木はアメリカ第38任務部隊によるクレ軍港空襲において飛行艦班に爆弾2発が命中、艦班を損壊しさらに左限機関室艦底部に浸水が発生した。この時すでに天木は予備艦として運用されていたために必要最小限の自民しか配置されておらず。 人員不足で損傷箇所の応急対応がままならなかった。7月28日の第三次空襲により再度爆撃を受け、直撃弾1発、資金弾5発の被害を受けた。やはり人員不足で損害対応が行えず、これにより浸水が増大。翌7月29日朝、左玄川方向に大傾斜し横転した。水深が浅い海域であったために、 全没はしておらず、船体のほとんどは水上に露出した状態ではあったが、復旧は不可能と判断され沈没と判定された。11月20日除籍。空襲により横転した状態の甘木。終戦直後アメリカ軍によって撮影されたもので、カラーの動画も撮影されている。1946年12月5日、ハリマゾウ戦職で選挙により甘木の解体が始まった。 まず左に61度傾いた船体の引き起こしを始めたが陸岸に近いため35度まで引き起こすのが限度だった。次に排水を始めたがエレベーター口など浸水口が多数あり飛行甲板も非防水だったので水中葉っぱで上甲板以上の構造物600トンを撤去さらに100トン浮力タンク12個を設置した。1時間7000トンの能力のポンプを 計4回使用、特に4回目は12日連続で、使用の上1947年7月31日、不要に成功した。不要した船体はドックで解体され、同年12月11日に完了した。不要された天城の船体の一部は、当時の運輸省鉄道総局に譲渡されている。鉄道総局の運行していた、青函連絡船は戦後直後、 蘇生乱造の戦時標準船と戦中の国士で疲弊した船舶で占められており、これらの船は故障が続発していた。そのため天城の船体を函館港に船舶修理用のポンツーンとして係留。鉄道総局の後期部がそこで連絡船の修理を行うこととした。百四十七年八月には解体中の甘木の一部を流用して全長百二十メートル。 全幅14メートルの浮き桟橋が完成し、東港丸に栄光されて、函館港に到着。静観連絡船の有川貨物桟橋の沖合に、係留され、修理プラットフォームとして使用されている。だがその頃、函館選挙が機能を回復し、ドライドックや、専門の設備を持つ函館選挙が、静観連絡船の修理を受け持つようになったため、本格的な修理能力を持たない。 浮き桟橋は徐々に使用されなくなり、1948年8月には廃止され使用された期間は約1年とわずかであった。民間に売却し、海上倉庫や防波堤、重油タンクなどに転用する案も出たものの、改装費用や、経流先の関係上すべて断念となった。結局、スクラップとして売却され解体された。山盛亀之助大佐、 1944年6月27日。山森亀之助大佐。1944年8月10日。宮崎敏夫大佐。1944年10月23日。平塚史郎大佐。1945年4月20日から1945年8月15日。ありがとうございます。